民族ボルシェビズム、ドイツ語、ナショナルボルスチュイスマス、ロシア語、税あるいはナショナル、ボルシェビズム、国家ボルシェビズム、国民、ボルシェビズムとは、ナショナリズムと、ボルシェビズムとを融合させた、政治思想。保守革命の一種とされる。エスノセントリズムと、反資本主義との集合思想としてみなされるも、今日の、第三の一的潮流の淵源と見る向きもある。民族、ボルシェビズムは、バイマル共和制時代のドイツで始まった。第一次世界大戦後のベルサイユ条約に反発した、ドイツの民族主義者、例えば作家エルンスト・ユンガーは、労働者、支配と形態を発表し、ドイツ社会民主党から転向したエルンスト・ニキシュは、ドイツ共産党との共闘の上での直接行動によって、資本主義の打倒を主張した。ナチスでもバンベルク会議で、アドルフ・ヒトラーは、グレゴール・シュトラッサー、オットー・シュトラッサー兄弟らナチス左派を、民族、ボルシェビストと断じ、指導者原理を訴えた。このことを、ゲッベルスは、日記で、我々の課題は、ボルシェビズムの粉砕であるだって?ボルシェビズムは、ユダヤ人のこしらえものであるだって?と批判している。ロシアでは1992年に、アレクサンドル・ドゥーギンとエドワルド・リモノフが、この運動をはじめ、国家ボリシェビキ党を立ち上げた。プーチン政権打倒を主張している。反米、ホモフォビアの傾向を持ち、ロシア国外では、ウクライナやベラルーシの他に、移民の多いイスラエルにも信奉者がいるとされている。鷹に剣とハンマー、鎌をあしらった民族ボルシェビズムのシンボルワイマール期においてナショナル、ボルシェビズムという概念は、ボルシェビズムの祖国ロシアへの依存、提携を重視する、多種多様の民族主義運動の上位概念だった。この運動の幅は、ロシアとの外交政策上の了解という、それほど、ボルシェビズム的とは言えない理念から、ドイツにおける国家共産主義の変種に至るまで、大きく広がっている。ドイツ共産党では、党の路線を民族的方向に転換させようとする、試みがあった。ハンブルク支部の二人の共産党員、ラウフェンベルクとフリッツ・ボルフハイムによって、初めて正式に表明されたドイツ共産党内の、国家共産主義の動きは、当初激しく批判されたが、1922年には、虚無へのさすらい人シュラゲターと題するラデックの、センセーショナルな演説によって、間接的に党から承認された。ありがとうございます。